安藤美希は日本の元フィギュアスケート選手。2002年のジュニアグランプリファイナルにおいて ISU 公式大会で女子選手として史上初の4回転ジャンプを成功させた。主な実績に2007年2011年世界選手権各優勝。2010年バンクーバーオリンピック5位。2006年トリノオリンピック日本代表。世界ジュニア選手権。2011年4。 大陸選手権各優勝、全日本選手権3回優勝など、愛知県名古屋市出身、名古屋市立見つけ小学校、名古屋市立城山中学校、中京大学附属中京高等学校卒業。これまでの所属クラブは、名東 FSC、オリオン FSC。高校卒業後は、トヨタ自動車に入社し、同時に、中京大学体育学部に、社会人学生として、 入学、2011年3月に卒業した。血液型は A 型。スケート教室入会の直後に父親を亡くしている。鳥のオリンピックシーズンのショートプログラムでは父親に捧げる戦場のメリークリスマスを選曲。愛用しているネックレスのリングは父親の結婚指輪で心の支えにしている。尊敬するスケーターは荒川静香とミッシェルクワン。 荒川静香や中野ゆかり、鈴木明子や武田奈やらとはプライベートでも非常に仲が良い。海外のスケーターとも仲が良く、特にジョアニー・ロシェットやカロリーナ・コストナーはジュニア時代から一緒の試合に出ていた同年代のスケーターだったため信仰が深い。歌手の綾香と青年月日が一緒であることから信仰を持つようになり、 2006年から2007年の時期のエキシビションであ香の I b ビ l i e を使用し2007年世界選手権のエキシビションでは共演したあ香に I b ビ l i e を生演奏を依頼したディズニーキャラクターのスティッチに似ていると言われている2010年バンクーバーオリンピックの時にはファンからもらったスティッチのぬいぐるみをバンクーバーへ一緒に持っていったニュースキャスターの安藤優子が ミキティなるニックネームをつけたが姿勢に普及していない。小学生時代はバードウォッチング部のクラブ活動をしており、鳥と会話できるなどと主張している。2013年1月1日付でトヨタ自動車を退社した。安藤の側から2011.2012年の2年間、公式戦に出場できなかったため社員の義務を果たせなかったと申し出て契約満了となったものである。 2013年4月3日にジョジを出産し、これを同年7月1日放送の報道ステーションのインタビューで公表した。8歳の時、友人に誘われ子供のスケート教室に入る。教室のコーチに勧められて、角な優子が教えるメイトをフィギュアスケートクラブに入会し、翌年には2回転アクセルを、その翌年には3回転サルコート3回転トーループを習得。 1998年に全日本のオビス選手権 B クラスで3位となり、1999年の同大会 A クラスで優勝した。2000から2001シーズンから小塚明彦、小塚幸子が教えるオリオンフィギュアスケートクラブに移り、週末は新横浜の佐藤忍コーチのもとにも通うようになる。3回転ルッツマイナス3回転ループを習得し、 全日本のオービス選手権 A クラスを連覇、また2つの国際競技会で優勝した。2001から2002シーズン、全日本ジュニア選手権優勝、ISU ジュニアグランプリも JGP ファイナルを含む3戦すべてで優勝し、華々しいジュニアデビューを飾る。シニアの全日本選手権でも3位に入った。二0二から二0三シーズンの JGP ファイナルでは、フリースケーティングで、 女子シングル史上初の4回転サルコーに成功。2003から2004シーズンは JGP ファイナルで2期ぶりに優勝。全日本ジュニア選手権では4回転サルコーを成功させ、荒川静香以来史上2人目となる3連覇を達成した。全日本選手権では4回転サルコー、3回転ルッツマイナス3回転ループ、3回転トーループマイナス3回転トーループを入れた。 一区はロクドトリップルの構成を完璧に成功させ、すぐり明け、荒川静からを抑えて初優勝。世界ジュニア選手権2002年大会から毎年一つずつ順位を上げ、2004年大会でついに優勝を果たした。世界選手権でも4位と検討した。2004から2005シーズンから参戦したグランプリシリーズでは、スケートアメリカ、NHK 杯、 中国杯の参戦に出場。NHK 杯のフリーでは会心の演技を披露する。また、フリーの冒頭では3回転ルッツマイナス3、回転ループマイナス2回転、トゥループという女子では最高難易度のコンビネーションを成功させ、声と合わせて15.2点という高得点を記録する。これは現在でも一度のジャンプでの歴代最高得点である。 GP シリーズの活躍もあり、1期目ながら GP ファイナルに進出し、4位となる。全日本選手権では2連覇を果たした。当期国体では、安藤を見るために競技会場の収容能力を遥かに超える観客が詰めかけ、入場制限がかけられた。世界選手権は6位。2005年5月からアメリカに練習拠点を移し、キャロル・ヘイス・ジェンキンスの指導を受ける。 2005から2006シーズンの GP シリーズはロシア杯と NHK 杯に出場。ロシア杯ではジェンキンスの下で伸ばした表現力が評価され演技構成点で以前よりも高い得点を得られるようになり総合得点ではパーソナルベストを更新した。GP ファイナルでは4位となった。全日本選手権では6位に終わったものの五輪代表選考のポイントでは 総合3位となり、2006年トリノオリンピックの代表に選出された。トリノでは前年末に骨折した右足小指が感知しないまま競技に臨み、ショートプログラム8位と出遅れる。フリーでは4回転サルコーを回転不足で転倒するなどミスが続き、総合15位に終わった。新コーチのニコライ・モロゾフとトリノオリンピック後から、ニコライ・モロゾフにコーチを変えた。 モロゾフの指導により食事のメニューも細かくして体を絞り大人の女性の魅力を出すための表現力を磨きスピンやステップでもさらに得点を稼げるように技術を高めた3月には角な祐子の元で基礎からジャンプを作り直したスケートアメリカでは SP フリーともに3回転ルッツマイナス3回転ループを決めノーミスの素晴らしい演技を披露するフリーでは 技術点で70点を超え、当時の歴代最高得点を記録。総合得点でもパーソナルベストを約20点更新し1位となり、GP シリーズ初優勝を果たす。2戦目のエリック・ボンパールハイでは2位となり、GP シリーズランキング1位で、GP ファイナルへの出場権を獲得した。3期連続で進出した GP ファイナルでは、SP ではパーソナルベストを更新する。 素晴らしい演技で首位と僅差の2位につけたものの、フリー当日に腹板を起こし、満足な演技ができないまま5位に終わった。地元名古屋で開催された全日本選手権では、フリーの演技中に右肩をアダッキュしながら最後まで、滑りきり2位となった。しかし故障のため日本、学生表情競技選手権大会と、ユニバーシアードは欠場することになった。世界選手権では、SP、 フリーいずれもパーソナルベストを更新する会心の演技で金メダルを獲得。伊藤緑、佐藤由香、荒川静香に次いで日本人歴代4人目の世界女王となった。2008年4大陸選手権2007から2008シーズン GP シリーズではフリップのエッジ強制の影響でルッツも安定していなかったため3回転マイナス3回転は回避した。 スケートアメリカでは2位となったが、NHK 杯はフリーで3度点灯して4位に沈み、GP ファイナル進出を逃した。全日本選手権では、SP、フリーともに3回転マイナス3回転を成功させ、気迫のある演技で、国内選手権ながら、総合200点を超え2位となった。4大陸選手権で2年ぶりに4回転サルコーに、挑んだが、回りきれずに2回転になった。 世界選手権では SP を前期に使用したシェヘラザードに戻して臨んだが8位と出遅れる。フリーは当日の朝左ふくらはぎを痛め強行出場したが演技途中で棄権した。この後怪我や調子の波が大きい自分はリンクに立ち続ける資格がないのではないかと悩み周囲にはやめた方がいいと思うと漏らしていた。しかしモロゾフの移住や 関係者と話をしていくうちに、スケートに向かう気持ちを取り戻し、バンクーバーオリンピックを目標に競技を続けることを決めた。2008から2009シーズンは、すべての試合で4回転に挑む意向を示していたが、スケートアメリカは、モロゾフのクリーンに滑ることを優先しようという指示で、中国杯では練習不足のため、それぞれ回避した。中国杯終了後、 フリープログラムをジゼルから公共局第3番に変更。2期ぶりに進出した GP ファイナルのフリーでは4回転サルコーに挑戦し、回転不足と判定されたものの片足での着氷に成功した。SP の点灯などもあり、総合順位は最下位だったものの、自分自身で納得のいく演技ができたと語っている。全日本選手権ではフリー前の6分間練習で、 すぐり秋きと衝突する事故があったものの3位に入った。世界選手権では SP とフリーともに会心の演技を披露。ジャンプで回転不足の判定などがあったものの、技術点のみならず演技構成点でも高い得点をマークし、総合3位に2年ぶりにメダルを獲得した。2009から2010シーズン、ロステレコム杯、NHK 杯と GP シリーズで連勝。 GP ファイナルでは2位に入り、オリンピック日本代表に内定した。バンクーバーオリンピックでは、SP とフリーともに安定した演技を見せたが、回転不足などのミスがあり、得点はあまり伸びず、5位入賞となった。2010年、中国杯優勝翌月の世界選手権では、SP で冒頭のジャンプを転倒してしまい11位と出遅れるが、フリーではスピンのミスが一つあったものの、 それ以外はほぼノーミスの素晴らしい演技を披露し3位に。総合得点でも驚異的な追い上げを見せ4位となった。2010から2011シーズン中国杯ロステレコム杯と GP シリーズで連勝。GP ファイナルではショートプログラムをブロークンソロをエジプティアインザナイトからミッションに変更。SP ではプログラム変更の影響が出てしまい。 点倒などのミスにより5位と出遅れたが、フリーではノーミスの演技を披露し1位となる。しかし総合では SP の点差が響き5位となった。全日本選手権では SP で首位と僅差の2位につけると、フリーでは会心の演技を披露し1位に。総合でも国内選手権ながら200点を超える得点で1位となり、6年ぶり3度目の優勝を果たした。この結果により、 世界選手権と四大陸選手権の出場権を獲得した。四大陸選手権ではフリーと総合得点でパーソナルベストを更新、総合得点で200点の大台を超え初優勝。当初日本、東京開催予定だったが、東日本大震災のため中止、約1ヶ月延期後ロシアモスクワで大体開催された世界選手権では SP で首位と僅差の2位となるも、 FS で1位となる。結果総合でも1位となり、4年ぶり2度目の世界選手権優勝を果たした。世界選手権を複数回制したことは、史上16人目の快挙である。この試合では、初めて SP フリーともに、すべてのスピンで最高評価のレベル4を獲得した。肩の怪我の影響で、ビールマンスピンができなくなってから苦戦していた、レイバックスピンでのレベル4獲得は、 トリノオリンピックの SP 以来であった。また、当シーズンのフリーでは、すべての試合で1位となった。そして、当シーズンは出場した、国際大会と全日本選手権を合わせた6戦中5勝を挙げ、現在までの安藤の競技人生の中で、最高の成績を記録した。2011から2012シーズンは10月のジャパンオープンのみ出場し、競技生活は休養した。 もともと前シーズンに休養するつもりだったが、1シーズンに延期していた。このシーズン安藤は、世界中のアイスショーへ、精力的に出演し、特に、スターズオンアイスでは、佐藤由かと共に、日本人、レギュラーメンバーとして活躍。また、2012年3月11日には、自身が、総合演出、企画、構成を務めた、アイスショー、リボーンガーデンに出演した。 この企画を行った理由について、安藤は2011から2012シーズンの競技生活をしないと決めてから、東日本大震災によって被災してしまった人々に何かできないかと方法を模索しており、単にチャリティーでもアイスショーでもなく、東日本で起こったことを忘れないためのイベントをやりたかった。リボーンガーデンと題したのは、まさに再生を前に進んでいくこと。 新しく始めることを願ったから、と話している。4月に東京で開催された世界フィギュアスケート国別対抗戦にはゲストとしてエキシビションに出演、怪我により個人ナンバーを辞退したキャシー・リードクリス・リード組に代わり、2つのナンバーを披露した。その一方で2012年3月、コーチのニコライ・モロゾフに指定関係の継続を断られた。 2012から2013シーズン、競技への復帰が発表され、GP シリーズには、中国杯とエリック・ボンパール杯への出場が予定されていたが、選手を指導する公認のコーチが見つからないこと、グランプリシリーズに向けての技術的、精神的な調整が間に合っていないことを理由に、欠場することを表明した。安藤の公式 Facebook には、安藤は毎日練習に励んでいたが、 公認コーチが見つからないこともあり、このままでは満足する演技ができないと悩み、日本スケート連盟と相談しての苦渋の決断であったこと。一方で、安藤自身、現役選手として競技生活を終えたいという気持ちを強く持っており、もう一度ゼロから一人のフィギュアスケーターとして、次のチャンスに向けて練習を続ける覚悟でいるということ。事実上2012から2013シーズンの 公式試合へ出場しないことなどが合わせて発表された。2013年1月に所属のトヨタ自動車を退職していたことを発表。同年7月1日、テレビ番組でのインタビューにて4月に長女を出産していたことを公表するとともに2013年から2014年シーズンを最後に現役を引退することも合わせて宣言。現役生活の集大成へ向けて、 責任を持って頑張りたいので、皆様に温かい目で応援していただきたいと最後のシーズンへかける思いも比例している。2013年7月、所属を新横浜プリンスクラブとし、合わせて登録を愛知県スケート連盟から神奈川県スケート連盟に変更することが明らかになった。これにより、2014年ソチオリンピックの出場権を獲得するには、 ISU 公認の国際大会に出場し、ミニマムポイントを獲得すること。そして2013年10月の関東選手権、11月の東日本選手権を突破して、全日本選手権に出場する必要が生じた。2013年9月、ネーベルホルンハイで競技復帰し、2位となった。コーチは一時的に以前仕事をしていたバルテル・リッツに依頼をし、 大会一週間前から練習を始めた。大会後に正式にバルテル・リッツォのコーチ就任が決まった。なお、安藤はこの大会で ISU の定めるソチ五輪参加必要条件とされるミニマムポイント2013から2014シーズン基準を共に満たした。2013年12月ソチオリンピックへの出場をかけて3年ぶりの出場となった全日本選手権で ショートプログラムではトリプルトゥーループ、トリプルトゥーループのコンビネーション、トリプルルッツなど要素をすべてミスなく実施し64.87で5位につける。優勝を狙ったフリースケーティングでは当日の朝練習までミスなくきれいに滑ろうかと迷った末、最後の最後は自分らしく終わりたいと思った。ジャンプの安藤美希と言われた時の気持ちでやりたかったと難しい構成を選択した。 シングルサルコー、シングルルッツなどのミスが見られ、フリープログラム単独では9位、総合7位に終わった。演技終了後のインタビューでは、シーズン当初優勝しか道はないと言われていたことを明かした。オリンピックへの出場権が獲得できなかったことから、大会終了後に現役引退を表明した。翌日、民放の番組に出演し、ショートの点数を見てオリンピックはないと察した。 と話し、2日後にはアイスショーの契約が入っていることも明かした。引退後は指導者を目指すと話した。引退後はプロスケーターとしてアイスショーに出演するかたわら、テレビのバラエティ番組等に出演することもある。また、2016年からは振付師としても活動している。力強さと女性的な美しさを合わせ持ち。 主要国際競技会で4回転ジャンプを史上初めて成功させた女子選手である。2001年から練習を始め、練習中に遊びでやってみたらできちゃったのだという。3回転ジャンプはアクセルを除く5種類をクリーンかつ正確に飛ぶことができる。以前はフリップをアウトサイドエッジで踏み切っていたが、2007から2008シーズンから踏み切りの強制に ジュニア時代の練習では、競技会で成功させている4回転サルコーに加え、4回転ループ、4回転トゥループ、3回転アクセルを成功させていたが、現在の練習でも取り組んでいるのは4回転、サルコーと3回転アクセルのみである。ジャンプコンビネーションの組み合わせも、非常に多彩であり、ISU ジャジングシステム試行前には3回転、ルッツマイナス3回転ループと3回転、 トゥループマイナス3回転トゥループの2種類で成功している。ジャッジングシステム試行後は3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプはルッツループとフリップマイナスループの2種類で成功しており、また2回目のループジャンプが若干の回転不足ながらサルコーループとトゥループループの着氷にも成功している。3回転ルッツマイナス3回転ループは安藤が 現役時代の ISU 公認の競技会では、イリーナ・スルツカや、アデリナ・ソトニコワとアンドの3人しか成功しておらず、非常に難度の高いコンビネーションである。その後は、青木優奈、樋口若葉、アリーナ・ザギットは、アレクサンドラ・トゥルソワが成功させており、現在までに、計7人が成功させている。また、2回転半アクセルマイナス3回転トゥループの、 コンビネーションも成功させており、2回目のジャンプに3回転のトゥループとループの両方をつけられる数少ない選手のうちの一人である。練習では3回転ルッツマイナス3回転ループマイナス3回転ループ、2回転半アクセルマイナス3回転ループなどの難しいコンビネーションも成功させている。2006から2007シーズンから2010から2011シーズンにおいては、 基本的に試合にはニコライ・モロゾフだけが帯同するが、ジャンプが崩れた時には電話でカドナ・ユーコのアドバイスを求めている。モロゾフもカドナの指導に信頼を置いており、練習中でカドナがいる場合は安藤のジャンプに関して何も言わず、カドナの指導を黙って聞いているという。ありがとうございます。